楽しい会社を作ろう。はい、皆さんこんにちは、小野瀬雅也です。今日はというか今日も売上確保、コロナに負けない営業戦略な練り直し編の2ということで、顧客ニーズを深掘りするというところで考えていきたいと思います。続いておりますけれども、新型コロナの影響で売上が半分になってしまいました。今後も自粛が続きそうです。なんとか売上を確保したいのですが、何かいい方法はあるでしょうかということで、今日は戦略練り直し編の顧客ニーズを深掘りするっていうところで考えていきたいと思います。既存の営業方法とか営業プロセスとか顧客を分析して戦略を見直すっていうことの、今日は顧客ニーズですね。その時に大事なのが、顧客の立場になって考えるということです。で何度も言ってるので、このビデオいくつか見ていただいてる方はまた言ってるよって感じかもしれないんですけれども、頭ではその顧客の立場になって考えるんだなっていうことが分かっていても、実際にはそういうふうに考えられてないっていうことが結構あるんですね。自分では、客の立場になって考えてるつもりなんだけど、よく考えてみたらこれ顧客の立場じゃないなみたいなことが起こるんです。なのでこんだけしつこく言ってるんですけれども、改めて本当にお客さんの立場になって考えてみるということをやるということですね。で困ってることは何なんだろうっていうことを探っていくことによって、その困ってることを解決してあげればいいわけなので、何か新たな商品とかサービスを思いつくかもしれないわけですね。だから顧客が何が欲しくて買ってるのかっていうことが分かれば、こんなこともできますよっていう新たな提案ができるかもしれない。お客さんがもっと便利になる、もっと楽になることはないのかっていうことを考えて、それを自分たちが提供できるんだったらまた別の商品になっていくってことですね。で今日は、顧客ニーズを深掘りするっていうことで、考えていきたいんですけれども、例えば顧客が一般消費者の場合ですね、その人がどんな風に生活してるのかっていうことをイメージしてニーズを探るっていうことです。なんとなくですね、お客さんの立場になったらこうじゃないの、ああじゃないのって考えてるのはだけだと、本当のニーズを深掘りするとこまではいかないんですね。実際に、その人が例えば朝起きて、一般の消費者の場合だったら朝起きてこんな風にして、でこんな風に出かけていって、でこうやって昼間はこんなことやってて、 夜は何時ぐらいに帰ってきて、その後帰ってきたらこんなことしてみたいなことを、イメージして、でもちろんその自分の売ってる商品とか提供してるサービスによってこの1日丸々イメージしなくてもいいんですけれども、そこの辺をイメージして、いろいろ考えることによって、こんだけ忙しい人なんだからこうした方がいいんじゃないとか、時間はあるはずだよねとか、いろいろ分かってくるので、そこでニーズが何なのかっていうのを探っていくっていうことですよね。で、もう一つが、生活のイメージを完璧にしてると、2つ目も、イメージしちゃうんですけども、商品をどのように利用してるんだろうっていうことを改めて考えてみるっていうことですね。商品の利用状況を考えてニーズを探る。でこれはですね、そんな別にその商品の利用状況なんて別にそんなに難しいことじゃないじゃんっていうふうに思うかもしれませんけれども、実際に使ってるところを見ると、こうやって使ってるんだ、だったらこれこうだねとかっていうのを新たな発見があったりするっていうのがよくあることなんですよ。それはなぜかというと、作った側は、が考えてることと実際に使ってる側が、使うシチュエーションってちょっと違ったりするんですね。なので、いくら考えても分かんないところもあるんですけれども、改めてもう一回ちょっと考えてみて、ニーズはこんなことがないのかなっていうのを探ってみるということです。で、これだとちょっと抽象的なので、また食品スーパーですけれども、ちょっと例にして考えたいんですけれども、1つ目が、例えば主婦、スーパーだから主婦ですね。でじゃあ主婦はどうなんだろうって言って考えるんじゃダメなんですね。それだけだとまだいろいろちょっと細かいところは分かんない。例えば主婦って言っても専業主婦の方もいれば、子育て主婦、あと夕刊マダムってこの言葉今使わないかもしれませんけれども、いろいろ一言で主婦と言ってもいろんな方がいらっしゃるわけです。あと年齢もいろいろですよね。で、例えば子育て主婦でも20代の子育て主婦と、40代で子育て主婦っていうのもいるかもしれません。いろいろ違うので、それを、全部を考えるわけじゃないんですけれども、自分の店のお客さんはこういう人が多いなっていう、方を考えていけばいいんですけど、だとすると、こんな風に、なるよねっていうことをいろいろ考えていく。例えば、子育て主婦だとすると、子育てをしていて、しかもその専業主婦じゃなくて働いてるとするとですね、子育てでも忙しい、仕事もあって忙しい、本当に時間がなくて大変だ、だとしたらこういう風な商品を提供してあげたらいいんじゃないか、こういうサービスをしてあげたらいいんじゃないかっていうのが分かってくる。逆に有感マダムの方は時間もあるしお金もある、だとしたらこういう商品とかこういうサービスがいいんじゃないかっていうことがまあ分かってくるってことですね。であと、独身の男性あるいは独身の女性、これ20代30代40代っていうことなんですけれども、これも細かくいろいろ考えてくると、まあ、変わってくるわけですね。男性と女性が違うっていうのももちろんそうですし、20代30代40代でもまあいろいろ変わってくる。例えば20代よりも30代の方が仕事の責任が重くなってくる、まああんまり最近は残業しないようにっていうことにはなってますけれども、仕事が忙しくて、帰りが遅くなったり、あと、今はありませんけれどもいろいろ接待的な感じのことですね、飲みに行って、遅くなるとかですね、まあそういうのがあるとか、まあ、そういういろいろなところですね。で男性と女性だと男性は料理はしない、まあ、決めつけちゃいけませんけど、まあ、比較的一般的には男性の方があんまり料理しないで女性の方がするとかっていうことだとすると、じゃあ、まあどうなるんだろう。で料理するって言っても、でもそんなこと言っても、まあ、仕事しながらの、料理だから、で自分が食べるだけの料理なんであんまり料理はしないよね。まあ、料理が好きな人は別に自分だけで食べようが人に作ってあげるようが関係なく料理をするのかもしれませんけど、よく言われるのは誰かが食べるから、食べてくれる人がいるから作るんだけど自分のためだったらこんなに作りませんっていう話を聞きますよね。そうすると独身の男性女性だったらこんな風にした方がいいっていう、まあことが出てくるわけです。こういうニーズがあるだろうな、こういうところが大変だろうな、だからこういうサービスした方がいいんじゃないかなっていうことですね。まあ結局、まあ、主婦も独身の男性のところも、まあ、結局は同じことなんですけど、これだけいろいろ違いがあるってことです。で3番既婚の男性、これも同じことです。同じことなんですけど、その時に既婚の男性とか言ってただ考えてるだけだと、その人が困ってることとかどういうふうに生活してるのかとか、まあ、そういうのがイメージがしにくくなっちゃうんですね。でもうちょっと細かくいく、単身赴任なのか、あるいは、3世代で住んでる方なのか、まあ、4人家族でも3人家族でも5人でもいいんですけど、まあ、自分たちと子供で住んでるのか、まあ、それによって、いろいろ変わってきますよね。単身赴任だとまあ、独身の男性と同じパターンになるかもしれませんし、4人家族の既婚の男性が買い物に来てるっていうことになると、これはまたちょっと違ってくるかもしれないし、あるいはその、単身赴任にしても4人家族にしてもそうなんですけど、家族は例えば、まあ、4人家族にしましょうかね。4人家族なんだけれどもこの、既婚の男性が買い物に来ると。でこれは夜遅く来る。それはなぜかというと、まあ、子供たちはもう先に食べちゃって、で自分の分はないから買って帰るんだとかっていうことになると、じゃあこういうのを提供した方がいいんじゃないかっていう話になったりするということですね。そこんな細かいことまで考えるのかっていうこともあるかもしれませんけど、そういうのを考えると新たな何か発見というか、こんなサービスがあるね、こんな商品ができるねっていうことが見つかってくるっていうことなんですね。で同じことなので、まあ、もうあんまり言わなくてもいいと思いますけど、お年寄り、男性なのか女性なのかで、お年寄りといっても70代なのか80代なのかとかですね、まあ、そういうのによっても変わりますし、夫婦で暮らしてらっしゃるのか1人なのかっていうことでも変わってくるということですね。でこういうふうに、具体的に今考えていくと、微妙にこの、ニーズが違ったりするんですよね。なので自分のところの、まあ、店だったら、まあ、こんなことがあるな、こんなことがあるなっていうことを具体的にいろいろ考えていって、じゃあこんなものはどうだろうということを、まあ作って出していくっていうことですね。で企業の場合っていうのもあると思うんですけど、これも同じことなんですけど、まあ、商品の利用条件を考えて、まあ、ニーズを探るっていうことでいうと、これ食品スーパーとかで素材だけを売ってる、野菜とか肉だけを売ってるっていうと、まあ、それをまとめて、野菜だけ売ってる店、肉だけ売ってる店とかっていう風になってるんじゃなくて、スーパーみたいにしてその材料をまとめて売るみたいなのと、あとその作る、パッケージになってる、これを組み立てるプラモデルみたいな感じって思えばいいんですかね、ものとか、あと出来上がったものを売るとか、まあ、半完成品とかいろいろあると思うんですけれども、その、使用する状況を考えた時に、例えば材料を売ってる店だったら、その材料を買ってって、次はこういう風に組み立てて、こういう風になっていくんだから、ここのサービスをしてあげればもっと楽になるんじゃないかみたいなことが、まあ、見えてきたりするわけです。で、もう一つは、企業がお客さんなので、そのお客さんのお客さんがいるんですね。なのでその、お客さんのビジネスってのはどういうビジネスなのかっていうことを考えてニーズを探っていくと、お客さんのお客さんは誰なのか、そうするとお客さんのお客さんはこういう人だから、こういうことをしてあげると分かりやすいんじゃないか、サービスになるんじゃないか、価値があるんじゃないかっていうことで、そのお客さんのことを考えるときにそのお客さんのお客さんを考えるってことですね。そこまで考えていく。で、お客さんのお客さんのニーズは何、話がなんかややこしくなりますけど、お客さんのお客さんのニーズは何なのか。で、そうするとお客さんのお客さんのニーズがこういうことなんだから、お客さんはこういうことをやろうとしてるんじゃないか、こういうことで悩んでるんじゃないか、こういうことで苦労してるんじゃないか、こういう、ことがあったらいいんじゃないかみたいなことが考えられるようになってくるわけですね。で、今言ってしまいましたけど、お客さんのお客さんのニーズを考えることによって、お客さんはこんなことで悩んでるとか、こんなニーズがあるんじゃないかとかっていうのが分かってくる。で、お客さんのビジネスのプロセスを一つ一つ考えていくと、こういう風な流れで仕事をしてるんだろうから、ここをこういう風にしてサービスしてあげたら、ここに新たなサービスをしたら、役に立つんじゃないかとかっていうことが分かってくるっていうことですね。いずれにしても相手が一般消費者であっても企業であっても同じことなんですけれども、結局相手がどういう風に、生活してる、企業だと生活してるって言うとちょっとあれですけれども、どういうふうにしてるのかっていうことを考えて、具体的に考えて、でそれをイメージすることによって、ここがこういうふうに変わったら楽だな、こういうことになると役に立てるなとかっていうことをイメージしていくっていうことですね。でそうすることによって、新しいチャンスが見えてくる可能性があるかというふうに思います。これはちょっとすぐ見つかるかどうか分かりませんし、本当にいいものが出てくるかどうかは分かりませんけれども、いろいろ見直すことによって既存の今のものが改善できるっていうこともありますので、そのお客さんのニーズをですね、改めて考えてみて、何か工夫してみるだけでもね、いいかと思いますので、是非やっていただければと思います。今日は以上です。ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください。チャンネル登録もお願いいたします。